すみませんって声かけます。そうすると一瞬のうちに女性の方が私の上から下まで一瞬バッって見るんですね。で、あ、いらないですって逃げるように立ち去られます。まさしくこのカリスマワビとプロデュースセミナーというのはパッと一瞬で会った時にその覚えてもらえる素敵な方パッと羨望の眼差しで見て、ああの人なんかついていきたいっていう感じになる和人、和の美人。でもその好きは好きでもあなたがどんなものが好きなのか、そうしてどうなりたいのかはまた違いますよね。あなたがどう見られていてて、それからどんな性格 で場面場面で見せたい場面ってあるじゃないですか。先ほどね先生の方からカリスマ自分で作ることができるんですよ。でものすごくやっぱりこれ人生を変えるぐらいのセミナーなんで、実際変わっていってるんですよ皆さん。そうするとお客様とか私の友達がほとんど私みたいな意見が出るんですよね。こっちの色が似合うの、こっちの色の方が好きやのに、これ着こなされへんの。日本の文化の中で和という和みとか強調するとか、その和を大事にした美しい心の持ち主っていう意味で和人って言ったんです。というと、似合う色を知っている、柄もお伝えすることができる、丈とかもお伝えすることができるけれども、あなたの好きを絶対大事にしますよということを言わせていただいてます。その心の綺麗な人は先ほどもちょっとお話しましたけど、これから日本だけで世界を元気にするいわゆる家庭の中の一番の最小単位のいわゆる母になるわけです。僕らからするとどうしようと思った時に、でもこの色って絶対何かあるんだって、このモヤモヤするっていう心って何かあるんだろうと思って、そこから心理学を学びました。で僕は女性はこの心の中をずっとこう強くするために、ね、美の力ってすごく大事だと思ってるんですよ。ここのところを知らないと見せることできないですよね。心理ではやることできました。でもう一個私は作っています。この、作っているというか、これはもうもともと言われているものなんですが、色で戦略、色は戦略的に見せることができます。でこういう人をたくさん作っていくことによって、和人を作っていくことによって世の中の人にもっともっと影響を与えたりとか、そうすると旦那さんもそうやし、子育てしているお母さんからしたら子供もこれから将来変わるやろし、職場で働いている人ももちろん周りに感化していくやろし。私たちはこの似合うっていうのをなんとなくバランスがいいからやな、なんとなく色が黒よりも赤が似合うよなっていうのは雰囲気で全部言ってるんですね。魅力マトリックスっていうものがあります。それは何なのかというと、人のイメージ魅力を4つのタイプに分けていきます。顔のイメージ、目の印象ですね。まず目が大きくてクリッとしているのか、つり上がっているのか、垂れ目なのか、そして骨格ですね。骨格が張っているのか、骨盤張っているのか、シャープなのかっていうのと、あとは身長ですね。背がスラッと高いのか、小さくて可愛いのか、丸々してるのかっていうところから似合うイメージっていうのを導き出します。それが魅力マトリックスとなっております。